監督が考える主力の参加状がこちら。ブラックの標語みたいなんだ。最後に勝敗を明かすのは結局この力、っていうんならそれはその通りだと思うけどね。これ監督いらなくね？このレベル？お前のレベル上げろよ、森安。森安ってこの質に頼る以外、本当に何もしてないよな。わかりきってたことなのに、いざ本番の一発勝負で改めて露見されると、ため息しか出ない。日本はイラクよりこの力がないから負けたんだ。この質で分かってるのに総合力で負ける試合森安ジャパンになってから何回見させられるんだ。森田もあからさまな監督批判してたし。でもポイの言うこと一理あると思うんだ。昔のブラジル代表みたいに戦術皆無でも圧倒的なこの力の集合体なら優勝できるし華やかだしかっこいいんだ。一人一人が富レベルの子を持てば戦術なんかなくても勝ちてるよ。何かがうまくはまってただけで、これが本来の力なんだろうな。これが森安。ここが限界値と思う。ここは最強だろ日本。